遥か昔、本当の時を奪われたせいで五感が低下し、テレパシーだとか想念の力とか、今とは想像を遥かに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して自分たちの身勝手なへりくつを定義つけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って経済というお金のシステムを構築してきた代わりに偉大な能力を失ってしまった。何千年もかけて遺伝子的に記憶障害が起こり、何度も何度も生まれ変わって完全にその能力を忘れてしまった俺たちは記憶喪失なのだ。四次元の科学や哲学の話でファンタジーに興味のない人には面倒くさがられるけど、まあ要するにお金を儲けるためにメディアを駆使し、人々をコントロールし、騙して自然を破壊し、無責任に危ないものをいっぱい作ってきた奴らが、自然を愛し自然を育んで自然と共に生活してきた人たちに長年にわたってものすごい苦痛を与えてきた事実が明らかになってくると、犠牲になってきた人たちの上に電気っていう暮らしがあるんだよ。そしてパンドラの箱の底を覗くと、太陽光発電だとか無限エネルギーだとか、自然を壊さなくても自然を利用した技術が発達してて、今は原発がなくても十分電気が賄える時代なんだよ。しかも低コストで、今ある原発を全て止めても水力火力をフル稼働するだけで賄えるんだよ。それを隠して騙す理由はものすごい利権が絡んでるのさ。金だよ金。末期的に気が狂ってるよこいつらは。原発一基作るのに1兆円ほどの援助金が国から電力会社に降りて、電力会社はターゲットを決めてその土地の人たちに近づいて金をばらまくんだよ。おっさんをキャバクラに連れてって、お年寄りを温泉旅行、接待接待接待、町が復興するよなんて子供騙しな嘘ついて、反対派推進派に人々の心をお金で引き裂いてくマニュアルがあって、海を売った漁師に莫大な漁業権を支払って、安全対策やら危ない秘密の実験やらプロパガンダの広告費で莫大にかかってる、そのお金はみんなの税金だよ。そうやって59基ある日本の原発は作られてきたんだよ。体に50個以上の次元爆弾をつけて生活してるのと同じで、1個でも爆発したらそこにはもう人が住めなくなるし、何にも生息できなくなって、じわじわと汚染が広がってく恐ろしいものが59個あるんだよ。嫌なイメージだけど、核の平和利用の名のもとに日本は核兵器を持ちたいがためにこれだけ強行して作ってきたんだよ。中国電力は山口県上関町の田の浦の美しい海岸を埋め立てて、これから日本最大級の原発を2基作ろうとしてて、その対岸に住む岩井島の人たちは30年も反対してやめてくれって言って、生活をほっぽり出して必死に食い止めてきてるんだよ。豊かな自然とともにみんなそこにずっと住んで生活してるんだぜ。歴史もあって広大な自然が残ってる素晴らしいとこなんだぜ。そんなの全部無視して強行しようとしてるんだぜ。この後に及んで福島原発とはうちは関係ありませんって言って毎日工事してるよ。愚かだよね。この前地震があった静岡の浜岡原発も大丈夫って未だに止めてないし、何が大丈夫？はぁ？お前の頭が大丈夫なのかよ。末期的に気が狂ってるし、宗教よりもきつい洗脳されてるっていうか、自分たちで安全安全ってほざいてきたその呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるよね。ツイッターやネットで原発の反対してる人の上げ足を取るようなレース多いけど、そんな奴ほど薄っぺらく何にも実態分かってないし、情けなくなるぜ。そんな君たちも原発を推進するなら、応援するなら、広島長崎の原爆、第五福竜丸の被爆、1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って、読売新聞
聞読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められウランが渡ってきたとこから日本に原発が誕生し今に至るまで知ってから話してくれよ気持ちは変わると思うぜ原発によって社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよまともな心を持っていればねテレビや新聞は騙すために使われてるよ特に日本はひどいよ今もテレビの報道機関はひどすぎるねプルトニウムのプの字がやっと出てきたねこの世で一番危険な物質だよ福島の3号機は関西電力の星野監督が出てる CM でもおなじみのプルサーマルだよプルトニウムで発電してるやつさ星野さんも反省してるかなあれが爆発してるんだぜなのに次の日の新聞の一面は計画停電プロパガンダだぜ自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にするんだよふざけんなバカ野郎プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよこの物質を少しでも吸い込んだら全ての細胞やられちゃって遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜそれが漏れてるにもかかわらず長い間プの字に触れない奴らの口癖は直ちに人体に影響はない直ちに人体に影響はない直ちに人体に影響はない今年の流行語大賞だぜまったく一大殺人集団組織犯罪だよ原発に関してだけじゃなくてもしっかり情報が公開されていれば救えた命はもっとあったはずだよテレビ局イコール原発このシステムがイカれてるぜ人の命を何や思ってんねやほんだらボケかすまあそうやって嘘つきまくって人々騙してきた奴らが今は何をやってるかっていうと国民のことよりも責任を逃れるために頭フル回転させて必死で言い訳を考えてるよそれが奴らの仕事さおかしいよねヒューマンエラーだぜもうバレバレだよ全世界が見てるよ今世界中がこの日本に襲ってきた痛みを日本人がどう乗り越えるか注目してるよ日本の若者がどう行動するかアーティストやミュージシャンがこの痛みをどうアートにして訴えて思いを込めて乗り越えるのか世界中のみんなが見てるぜ日本は一大事なんだよ上げ足の取り合いしてる場合じゃねえんだよもう寝てる場合じゃねえんだよ原発なんてもう時代遅れスウェーデンなんて原発は破滅に向かってるから原発をやめますかってやめたら初めのうちは苦労しますけどって国民に真実を話したら国民はやめようって言ってすでに原発なしでやっていこうとしてるぜ日本もとっくに自然エネルギーだけでやっていけるだけの技術は持ってるんだよそれを騙して脅して隠してるだけお金のために早く気づいておくれよどうしてそんな無関心でいてられるのさベイビー青森県六ヶ所村の核の再処理工場には核の廃棄物用の3000トンのプールがあって核の廃棄物がそこに溢れてて埋めきれないから廃液を海に捨ててるんだぜ信じられないだろうそれをみんなに黙ってるんだぜ隠してるんだぜその工場が爆発したら日本どころじゃなくて地球が潰れるほどの核がそこにはあるんだよ原発に関してだけでも隠してることはたっぷりあるんだよまだ騙そうとしてる現実がこの前の計画って